ヒューグラスは、アメリカ西部開拓時代のフロンティアの罠漁師で、毛川賞、探検家。ペンシルベニア州のスコットランド系移民の家庭に生まれ、水ズ川沿いに、現在のモンタナ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州及び、ネブラスカ州のプラット川に渡る地域を探検した。灰色熊に襲われて、重傷を負いた美の仲間に見捨てられながらも生還した。話は長い年月にわたり、 語り継がれ、マン・イン・ザ・ウィルダネス及び、レベナント・ソエリッシュ者として映画化されている。1780年前後に生まれた、ヒュー・グラスの両親は、スコッチ・アイリッシュ系で、現在の北アイルランドのアルスターからアメリカに移民。熊に襲われる以前、グラスがどこで何をしていたか詳細は不明。電気に様々な客色が施されたこともよく知られており、一説には、初めは海賊だったという。 1816年に、テキサス州ジャンラフィットの沖で海賊に捕らえられて2年近く、奴隷扱いされ現在のテキサス州ガルベストンで船を脱出し泳いで逃げたという。その後も先住民法にー,ー族の奴隷になって、数年を過ごし種族の女性と結婚したとも言われる。アメリカ政府の招きを受けた部族の代表を数名、連れて、セントルイスに現れたのは1821年。 1822年、ミズーリガジェット紙と、パブリックアドバイザー紙に、ウィリアム・ヘリー・アシュレー将軍の名で、募集広告が載る。毛川貿易を目指しミズーリ川を船で遡る、探検隊の参加者100名公募この募集は、アシュレーとヘンリーが創設した、ロッキー山脈毛川会社の仕事を請け負う、罠漁師を集めるためで、この会社は1822年から1825年に、 渡り、当時の北アメリカ西部の未開地で何度か大掛かりな罠漁をしている。グラスが参加したのは2回目の遠征だったといい、志願した中には、当時すでにマウンテンマンとして名を馳せる罠漁師も混じっていて、その面々は、ウィリアム・サブレット、ジェームズ・ベックワース、ジェデダヤ、スミス、デイビッド・ジャクソン、トマス・フィッツ・パトリック、それ20代のジム・ブリッチャーほか、後々、 アシュレイ百人隊と呼ばれる者たちである。探検隊は1823年5月、アリカワ族の戦士たちに襲撃され、グラスはこの時足を玉で撃たれた。このまま、水売り川側を辿っては再び襲われる危険があると考えたグラスは、イエローストーン川との合流点で落ち合うことにして、数名をまとめて、本体を離れた。陸路で進むルートを辿ったため、命拾いをしたという。 熊に襲われるその年の8月、グラスはパーキンス軍グランド側の支流の近くで食料にする獲物を探すうち、子連れの灰色熊に出くわしてしまう。母熊は突撃すると、グラスの体を振り上げ地面に叩きつけた。狩りの仲間のフィッツパトリックとブリッチャーの助けもあり、グラスはなんとか熊を仕留めたものの、重傷を負って敵を失う。アシュレー隊長は、 グラスは命を落とすに違いないと判断。グラスが息を引き取るのを見届けて埋葬する者を二人、つのり、ジム・ブリッチャーとフィッツパトリックが進み出る。探検隊が出発すると残った二人は遺体を埋める。穴を掘り始めた。本体に追いつくと隊長に、グラスは死んだと、嘘の報告をした二人だが、後にありから族に襲われたから逃げたと弁明している。 グラスの傍らにいた時間は短く、彼のライフルとなたその他の旅の道具を盗んで見捨てたのであり、ただし経験の浅いブリチャーが自発的に行動したかどうかは議論の分かれるところである。ヒューグラスは1823年にこの道のりをたどり、生還したとされるグラスは意識を取り戻したものの、重傷で一人取り残され、武器も旅の道具も盗まれたと気づく。片足は、 骨折、さらに、アメリカ領で一番近いフォートカエオアまで、水売り川沿いに320キロ。折れた足に添え木をしたグラスは、仲間が、カオケ代わりに体にかけた熊の皮を体に巻きつけると、張って進み始める。骨にまで達した背中の傷が生んでエッソにならないよう、腐りかけの倒木に持たれて、傷の生んだ部分を、ウジがすっかり食い尽くすのを待った。シャイアン側を目指すグラスは、 サンダービュートを目印に、南へ這い進むと河原に行き着き、苦労して、イカダを組んで、川下のフォートカオワへと向かう。6週間、僧の実と根を食べて、上をしのぎ、ある時は、幼いバイソンを取り囲んで、仕留めようとする狼の群れを見つけると、追い散らして、肉を口にした。またある時は、友好的な先住民に出会うと開いた傷を、保護するため背中に、 熊の皮を縫い付けてもらい、食べ物と武器を受け取っている。街に戻ったグラスを、人々は、蘇った亡霊と呼んだ。フランス語の動詞、戻るから派生した英語の言葉、ラビラントを当ててついたあだ名であり、長い間留守だったものが帰ってきた、あるいは死んだと思っていたのに息を吹き返したものという意味である。フィッツパトリックとブリッチャーに、復讐症が治り、長旅の疲れを取ると、 グラスはフィッツパトリックとブリチャーを探しに再び旅に出ている。イエローストーン川沿いにヘンリーが気づいたフォートヘンリーに行き着いたのだが街はもぬけぬからでアンドリューヘンリー隊はビッグホーン川との合流地点で野営すると書いてある張り紙を見つけた探検隊に追いつくとグラスは早速ブリチャーを問い詰めるが若さに免じて許したようでここから また探検隊に加わった。フィッツパトリックが陸軍に入隊したと聞きつけたグラスは、駐屯地のフォートアトキンへ向かい、盗まれたライフル銃を取り返す。しかし、どうやら陸軍兵士を殺した場合の刑罰を考え、報復は断念したと伝わっている。アシュレー隊長の指令、ブリチャーを見つけてからフィッツパトリックを探し出すまでの日々には、1824年に、 アシュレー隊長の指令に従って、グラス他5名は罠領の本拠地探しを始めて、さらに奥地へと進んだ。パウダー側の上流プラット川を渡って進むと、川はやがて切り立った崖にぶつかり、グラスたちは北の支流のオスプラット川へ入っている。木の枠にバイソンの川を張った救護ら第のボートで川を降り、ララミー川の分岐点の近くで個数40足らずの、 集落と川岸のそばに、先住民が住んでいるのを発見、話している言葉から、ポーニー族だろうと見当をつけて近づいていく。ところが一緒に食事をしてみると、相手は、アリカラ族だという、急いで逃げ出した5人はボートに乗りこぎ出したのだが、対岸に着いた途端敵に追いつかれ、マーシュとデッドンは仲間を捨てて逃げ延びる。残る3名の内グラスは岩陰に身を潜め、 モアとチャップマンはたちまち捕らえられて処刑される。なんとか追っ手を振り切るとグラスは弾薬袋に入れてあったナイフと火打石を頼りにアシュレー隊長率いる探検隊本隊へ戻ろうとフォートカエワを目指す。その途中に出会った数族に目的地まで送ってもらったのだった。グラスはアメリカ西部の開拓地を離れ罠漁師として毛皮の取引を始めた。ある時、 ポートユニオンの駐屯地で仕事を見つけると、兵士たちの食料を取りに出かけた1833年の冬、イエローストーン川の近くでアリカラ族と遭遇、グラスを含むアメリカ人3名は処刑されて落命。ジョン・メイヤーズは、著書、ザ・ゲスズ・オブ・ザ・ブラボーズでグラスを殺したアリカラ族が、友好的なミニタリ族に化けて、アメリカケガー会社の雇った漁師をやり過ごそうとしたと言う。 ところが熊に襲われた時に、フィッツパトリックが盗み、後にヒューグラスが取り戻したライフル銃を持っていた。ことから正体を見破ると、自分たちの友人とグラスを殺した報復として、処刑している。ヒューグラスの冒険を取り上げた記事マに襲われながらも、生還したグラスの身の上話を取り上げた本や、劇作は多い。またその他の例としてグランド側の南岸にある、シェードヒルチョスイチの騎士には、 グラスがクマに襲われた現場の記念碑が立っている。著書、ロード・グリズリーにグラスの冒険を書いた西部劇作家のフレデリック・マンフェルドはアメリカで最も権威のある全米図書書を受賞。ロジャー・ゼラスニーとジェラルド・ハウスマンの共作した小説、ウィルダネスはジョン・コスターとヒュー・グラスの物語を織り込んであり、また小説、ザ・レベナントは クマに襲われ復讐に燃えるグラスの人生を取り上げたフィクション。映画界を見ると、レオナルド・ディカプリオがグラス役で主演したレベナント・ソ・エリッシャはアレハンドロ・ゴンサレス・イニアリト監督作品で、リチャード・ハリスの出演作、マン・イン・ザ・ウィルダネスはグラスの物語からそうを得たとされ、アパッチ・ブラッドはグラスの物語を下敷きにした。アメリカの連続テレビドラマ、 デスバレー・デイズのエピソード、ヒュー・グラス、クマと、遭遇でグラス役を務めたのは、イギリスの俳優ジョン・オルダーソン。トマス・フィッツ・パトリック役は、モーガン・トワド・アード、ルイス・バプティストは、ビクター・フレンチを演じた。ヒストリーチャンネルの番組、モニュメント・ガイズでは2015年5月27日、放送会、テスラザ・アンブレイカブル・グラスで、ヒュー・グラスの像を作る。バンド。 オブモンスターズメンのアルバム、マイヘッドイズワンアニマル収録曲、6ウィークスは、グラスの史実に触発されて生まれたという。ありがとうございます。